練習しましょう。はい、ダンベルジャンプでガーン、そうすると使わないで、あと右足は動いちゃう。はい、なので右足は動かない。はい、1、2、そう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 、はいはい、要はこっちだけ。あ、はい、そういうことです。バーン、バーン、ふってやります。おー、はいはいはい、狙いやすいじゃん。はいはい、なんでバーン、バーン、そういうことです、そういうこと。で、僕としては実践的にはこう来て、こう来て、こう来る。はい、なんで、そのちょっとずらしてどうってやると、はいはいはい、でちょっと距離が取れるなと思えば、はい、ダブルジャンプ、ダブルジャンプかわしてアッパー。そう、近い距離だからね。はいはい、でも自分の手が伸びきらんなっていう感じだから、うんうん、アッパーに変えてもらう。うん、で、ダーン、ダーン、シュッ、ダーン。だからもうちょっと引きつけたわけだね。はい、ダーン、ダーンで、そう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 。体勢を気にしちゃうから、はい。体勢が不十分やとあんまり相手に効かない。うんうん、なんで、ダーン、ダーン、そう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 。で、その勢いで、ダーンでこっち回る。はいはいはい。で、あとエスケープできるじゃないですか。相手が来たところに。はい、そうそうそう、思いのほか入られたなと思ったら、はい、アッパーに切り替えてくる。はいはいはい、だいぶ距離が取れてる状態で、ストレート見たらストレートの方がいいですよね。うん、距離が取れてる、伸びるから、はいうん。だからもうこれが思ったよりこれぐらい詰められて、かわせたけど、はい、ストレートがきついなと思ったら、はい、とかもいいし、はい、何種類かあるんですけど、はい、打って、打って、かわして、ストップ。で、そこからボディとか。ナイスです。うん、うまいです。それは僕、好きなんですけど。おそれを消えて、やると引くんで、レバーやるんで、はいはいはい、急所なんですよ。